皆さんこんにちは。ポジティブジャーニーへようこそ。今日は感情の違い、男性と女性の心理を徹底解説というテーマでお話しします。男性と女性の心理や感情の違いについて詳しく解説し、日常生活や人間関係に役立つ具体的なアドバイスを提供します。あなたの経験や意見をコメントで教えてください。それでは早速始めましょう。パート1、男性と女性の心理の基本。男性と女性の心理的な違いは生物学的な要因に基づいています。例えばホルモンの違い、テストステロンとエストロゲンは行動や感情に大きな影響を与えます。また脳の構造的な違いも感情や行動の違いに寄与しています。研究によると、男性の脳は特定のタスクに特化した領域が発達しており、女性の脳は複数のタスクを同時に処理する能力が高いと言われています。パートに感情の表現方法の違い。男性と女性の感情表現方法には顕著な違いがあります。一般的に男性は感情を内に秘めやすく、女性は感情を外に表現しやすい傾向があります。例えば男性は悲しみやストレスを感じても、それを表に出さずに自分の中で処理しようとすることが多いです。一方女性は感情を共有することでストレスを軽減し、サポートを得ることが多いです。この違いを理解することでパートナーとのコミュニケーションが円滑になります。パート3、コミュニケーションスタイルの違い。男性と女性のコミュニケーションスタイルも異なります。男性は解決志向のコミュニケーションを好むため、問題が発生した時に解決策を提案することが多いです。一方女性は共感志向のコミュニケーションを好み、感情や経験を共有し理解してもらうことを重視します。例えば女性がストレスを感じている時、男性はどうすれば解決できるかを提案することが多いですが、女性はただ聞いてほしいと感じることが多いです。この違いを理解し、適切なコミュニケーションを取ることで関係をより良くすることができます。パート4、ストレスへの対処法の違い。男性と女性がストレスに対処する方法も異なります。男性は一人で問題を解決しようとする傾向があり、ストレスを感じた時には静かな場所でリラックスしたり趣味に没頭したりすることが多いです。一方女性は他者と話すことでストレスを軽減することが多く、友人や家族と話すことでサポートを得ることが多いです。ストレス管理のための具体的なテクニックとしては、男性には静かな場所でのリラクゼーションやスポーツが、女性には友人との会話や感情の共有が有効です。パート5、恋愛における心理の違い。恋愛においても男性と女性の心理的な違いは顕著です。男性は行動や実績を重視する傾向があり、愛情を行動で示すことが多いです。例えば贈り物をする、問題を解決するために努力するなどが挙げられます。一方女性は感情や関係性を重視し、言葉や感情表現を通じて愛情を示すことが多いです。恋愛における成功のためには相手の心理を理解し、適切なコミュニケーションを取ることが重要です。パート6、誤解を避けるためのヒント。男性と女性の心理的な違いを理解することで誤解を避けることができます。共感と理解を深めるための具体的なアドバイスとして、アクティブリスニングのテクニックを紹介します。相手の話をしっかりと聞き、適切なフィードバックを返すことで誤解を減らすことができます。また非言語コミュニケーション、表情、ジェスチャー、トーンを理解し適切に使うことも重要です。今日は男性と女性の心理的な違いについて詳しくお話ししました。これらのポイントを理解し、実生活に取り入れることでより良い人間関係を築くことができます。ぜひこれらのアドバイスを試してみてください。そしてあなたの体験や感想をコメントで教えてください。チャンネル登録を忘れずに。次回の動画もお楽しみに。